やっぱりああいうマット系、本来でいうとフロッグでやるようなマットとか、あと縦のエビもですよね、そういうのについてるやつは上に出やすいんで、結局そのフラットのウィードっていうよりはやっぱりデコボコがあった方が魚が上に出やすいんですよね。上下動しやすい。だ一見ウィードフラットに見えるところでもデコボコする穴があったりすると、そういうところから出てくるんで、結構ね面倒くさいところで出ると思うんすよ。はい、もばけしたり、でかいの来たらハイバイパスで行かないと。出るかな。うう超不定、ね。基本的にはでも下にカナダモが入ってないと魚のストックは少ないですね。でだからといってカナダモだけのフラットだとちょっとやっぱり上にノイジーとか出にくいんで、とあと魚をどこで食わしたらいいかが分かりづらいんで、カナダモの中にある縦系のエビモだったりとかフサモだったりとか、まあそうですね、魚の上下動を助けてあげる縦スト、まあ杭みたいなもんですね、そこで食わしてるイメージ。まあ実際カナダもフラットで、よっぽどその雨が降ってたりとかローライトでいい時しか食わないですね。で食っててもそれがじゃあ大きいかっていうと そんなことないですね。なんか複合エリアでも必ずギルがいることですね。でなんかノイジーすごい便利なのが、普通の例えばトップポッパーとかと比べると負けるじゃないですか、狭いスポットだけじゃなくて。で逆に狭いスポットだったらそこで首振らせればいいだけなんで、用途が広いんですごい便利ですよね。なんでそのエリアが絞り切れてないで分かんない時とかは結構ノイジー先に入れちゃうっていうのも手ですよ。バイトミスしたり追っかけてくるの見えるから、まあ一番いいのはね、もちろん出ちゃうのがいいんですけど、だパイロットルアーとしても使えるし、勝負ルアーともして使えるしっていうのは使い勝手がたくさんあるんで。はい、今日使ってるのがデュエルのハードコアノイジーですね。カテゴリー的にはトップ、まあ、表層のウェイクベイトのジョイントペラ付きみたいな感じです。で、まあ普通のトップと何が違うかと言いますと、例えばポッパーテンシルだと点ですよね。基本的にはエビモパンチの近くでポコポコポコとか、ノイジーの場合はもちろん点でも探れるんですけど、あと線ですね、巻いてバイブレーションのように、バイブレーションとかクランクベイじゃない、なんで場所が とにかく広い、どこで出るかわからないっていう時はただ巻きで表面ジャバ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 で、ここだよ スポットでここだなっていう時はもうその場でこう首振りアクションくねくねさせる、そういう使い方ができるんで、まあ、一番特徴としては便利、ストライクゾーンが広いっていうんですかね、許容範囲が
広いんで、まあ魚が上表層向いてる時にとにかく迷ったらノイズっていう手が僕はいいと思います。で、まあ、あとトリプルフックが3つついてるんでキング率もそこそこいいんで、まあフッキング率がいいのにそのウィードのかわしっていうのは結構よくできてると思いますんで、とにかく迷ったらノイズです。うわでけ、よいしょ、そんなでっかくなかった。よいしょ、まだいるわ。すごい綺麗な空だな。ねえ。でけえぞ今の。僕いつもこうやって楽しんでるんですよ取材を。おお、よそ見してたら食ったぞ。ちっちゃいか。ノーイージー、ノーイージー。ういし、こんなちっちゃくもないよ。よく